アリサ・アレクサンドロブナ・アガフォノバは、ソビエト連邦ウクライナ出身の女性、ウクライナ、トルコの女性元フィギュアスケート選手。パートナーは、ドミトロ・ドゥニ・アルペル・ウチャル。2014年ソチオリンピック、2018年ピョンチャン、オリンピックトルコ代表。ウクライナ代表として、ドミトロ・ドゥニとカップルを組み2004から2005シーズンからジュニアグランプリシリーズに参戦。 2007から2008シーズンにはジュニアグランプリファイナルに初出場した。2008から2009シーズンのゴールデンリンクスにてジュニアグランプリ初優勝を果たした。2009から2010シーズンをもってドゥニとのカップルを解消した。2010年にアルペル・ウチャルトカップルを結成し、所属をトルコに移した。ナタリア・デュボはトーレングボイコに指示をし、練習拠点をアメリカに据えた。 2012年12月からは、アレクサンドルズーリンとオレグ・ボルコフに支持し、練習拠点をロシアのモスクワに移した。2013から2014シーズン、ソチオリンピックの出場枠がかかったネーベルホルンハイでゴ位となり、トルコのアイスダンスでは、初めてのオリンピック出場権を獲得した。トルコ語を話すことはできないものの、トルコのスポーツ賞の手助けにより、 簡単な手順で国籍を取得することができた。世界選手権では初めて f d に進出し20位。2015から2016シーズン、デンコバスタビスキー・杯で国際大会初優勝。11月24日、ロシア軍爆撃機撃追事件が発生。トルコスポーツ省より練習拠点のモスクワからの退去要請を受け、12月5日にはトルコに帰国した。 その後、アメリカのデトロイトに移り、パスカーレ・カメレンゴと、アンジェリカ・クリロワの下で練習することを決めた。2017から2018シーズン、ピョンチャンオリンピックに出場。前回果たせなかった、FD 進出を達成し19位。世界選手権は SD2 かギリギリの20位発進。総合では19位で大会を終え、競技からの引退を表明した。 ありがとうございます。